どうも、ヨーヨーストアリワインドの伊藤です。今回はですね、持ち運ぶのに便利なヨーヨーホルダーがさらに便利に使いやすくなるライフハックをご紹介します。まずは皆さん、このヨーヨーホルダー使っていてこんなことあったりしませんか？あるってね、思った方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、これちょっと手を加えるだけでもうこんなもうペーンってなって、もうシュパーンってペーンっていうね、使いやすくなります。使いやすくなるとは言ったんですけど、ストリングトリック向けの改造法になります。それ以外のやつだとちょっとねきついんですよ。まあまあまあ、実際ちょっとご覧ください。はい、では実際に改造していきたいと思います。使うものは、この改造するヨーヨーホルダー、これだけです。はい、まずですね、このカラビナを外します。次なんですけども、この長さをこうキュッとこう締めるストッパーですかね、あるんですけど、ストッパーをですねこういうふうにこうギュッと一旦ね、やりやすくするためにもう端っこまでギュッとやっておきます。で、次なんですけれども、ここのゴムの部分ですね、これをこうやってねぐるっとこうやって結びます。このストッパーと逆側ですね、こっちの方にこのコブがですね、結び目が、寄るようにしてください。だいたいこんな感じですね。で、あとはですね、このストッパーの部分を一回結び目の方に戻してあげます。これ結んでないとこのストッパーがそのままスポッて取れちゃうので、この結び目はしっかり作ってください。はい、で、あとはですね、この外しているカラビナをですね、このホルダー部分とこのストッパーの間、ここですね、ここにガチョンと戻してあげてください。で、これで完成です。これだけ、めっちゃ簡単じゃないですか。こう実際につけると見えますかね。こうごめんなさいね、おじさんのお尻でごめんなさい。こうさっきに比べてこうおとなしくなりましたよね。で、これまだちょっと余ってるんですよ。で、これをストッパーをってこう上げてあげると、プラプラゼロ、もうほんと最小限の動きしかしなくなるんですよ。これならね、歩いててもこうバシ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 ここに当たることがなくなるので、もうおすすめです。あと、この改造法で元に戻したい場合は、上の結び目をほどいてあげて、カラビナの位置を元に戻してあげるだけですぐに元の形に戻せますので、皆さんもですね、ぜひ一度試してみていただいて、で、まあ、好みがあると思うので、自分の好きな方の使い方をやってみたらいかがでしょうか。この動画が面白かった、参考になったという方はですね、ぜひぜひこの再生画面の下にあるこのグッドボタンとですね、チャンネル登録よろしくお願いします。今後もですね、ヨーヨーライフハック見つけたらですね、どんどん紹介していきますので、皆さんお楽しみにしていてください。ではではまた別の動画でお会いしましょう。さようなら。